赤丸くんと七尾さんにやってほしいことが赤丸くん、うん、あの七尾さんに限った話ではないんですけど、うんうん、こうなんとなくの自然な会話の流れで、うん、最終的にじゃあアドレス教えてっていうフレーズって仲良くないですか、ね、女子からってこと女子からですよ、うん、中丸様は女性からメールアドレスを聞かれるとドキッとするそうなんですがちょっと分かりづらいので七尾様と一番燃えるというシチュエーションを実践してもらう方に。いや、あの梅雨に入ったね。うん、うん、やだね雨、うん、やっぱり雨降ると何だろうすごいその気分が落ちるよね。うん、雨の日とか何してんの？だいたい家でテレビゲームしてる。え、テレビゲーム？うん、何やるの？え、なんかこう結構何だろう打ったりとか、うん、するね、うん、え、あ、今度どうですか、なんかこうやりますゲーム一緒に。え、本当に、はい、じゃあ、はい、アドレス教えてもらってもいいですか。いいですよ、グッときました。自己満かい、あのな、一つだけ言うぞ、お前のためにやってんだ。もうね、リアクションも下手くそやねんだ。ちょっとね、ちょっと違うか。